創業145年香川県橋本種苗園の美食家まいです。今しかない、今こそ手に入れるべき私のおすすめの植物をご紹介したいと思います。まずお花の少ない1、2月に出回るお花で、本当に強くて育てやすくって見栄えもする植物なので、ぜひこの時期に皆さん買ってみてください。まずクリスマスローズ、もうこれも定番のお花なんですけど、もうめっちゃくちゃ品種があって、最大の特徴と魅力って言われるのが、クリスマスローズってだいたい種から生産者育てる人が多くって、株分けであんまりたくさん増やすことができないので、そうやって種から行くんですけど、種から育てると花の形とか花の模様が一つずつちょっとずつ変わってくるみたいで、全く同じ花っていうのがなかなかないみたいです。なんで自分だけのクリスマスローズを見つけれるっていうので、結構どこそこのクリスマスローズ、誰々の育種のクリスマスローズとか言って、かなり人気が高くて、コレクターとかもいるぐらい人気のお花になります。ここに持ってきたのは、まあ、薄いピンクのグレンダグロスっていう品種なんですけど、他にもたくさん種類がありますので大まかに紹介してみたいと思います。こんな感じでたくさんあります。濃い赤から薄いピンク、八重咲き、葉っぱの珍しいスノーフィーバーとか、葉っぱがシルバー、シルバーダラーとか、ブラックのクリスマスローズとかもあります。クリスマスローズを買うときに気をつけてほしいんですけど、こういう花のついてない苗は1年か2年ぐらいは花がつかないです。ちょっと1、2年頑張って育てて花をつけるという感じになりますので、今すぐ花が見たいっていう方は花つきを買うか、開花見込み株っていうのを選んであげてください。こういうちっちゃい苗は一応こんな感じで、こんな花が咲きますっていうのがついとんですけど、先ほども言ったように種で育てたクリスマスローズはどんな花が咲くか本当に分かんなくって、これは一応見本っていう感じで、多分こんな感じで咲きますっていうことなので、未生で花がこんな感じついてないクリスマスローズを買う場合は、花の形とか色の出方が写真とは異なる場合があるっていうのを覚えておいてください。必ずこの色がいいとかがあるんであれば、やっぱり花付きを選んでいただくのが間違いないかと思います。クリスマスローズなんですけど、切り花としてもめっちゃ可愛いんで、まあ、お庭に植えた後何本か切ってお部屋とかに飾る場合、水あげ方法としては湯あげっていうのがおすすめです。どうやるかっていうと、切ったらだいたい40度ぐらいのお湯につけて、この辺までつけてあげて、お湯が冷たくなるまでつけてあげる。その後も花瓶に移してあげるっていう湯あげ方法がおすすめです。切り花で楽しむ場合はそんな感じでやってみてください。続いてはこれ、もう意外と園芸店でもあんまり出回ってないと思うんですけど、最近の私のおすすめのアマリリスです。アマリリスの魅力なんですけど、少ない土で育てられるっていうのと、これも切り花としても楽しめる、茎が長く伸びて結構ゴージャスな花が咲くので、切り花としても、まあ、鉢花としても見応えがあって、かなり華やかでボリュームのあるこんな感じのお花が咲きます。このアマリリスをすごいおしゃれに飾っとる外国の人のインスタを見て、私もこれ仕入れようと思ったんですけど、下に載せときますんで、よかったらチェックしてみてください。こういうモスポットにたくさんアマリリスを植えていっぱい並べとる写真が本当に豪華で素敵だったんで、皆さんも見てみてください。開花期としては4月から7月で、植える時期はだいたい4月頃が適期となっておりますので、ちょっと早めですね。まあ、出回るのは今の時期なので、お気に入りを早く見つけて購入しておくっていうのも手だと思います。花持ちとしてはだいたい7から10日ぐらい、1週間ぐらいなので楽しんでいただいて、球根になりますので翌年も楽しめます。この花が咲いた後に
まあ、葉っぱがあるうちにお礼乞いをやって育ててあげれば翌年も花をつけてくれます。もし植える方は土は水はけのいい土ですね。だいたい赤玉とか腐葉土、パーライトとかを入れて配合するといいと言われてます。球根ですけどちょっと腐りやすいっていうのがあるので、あんまり深く植えすぎずに、まあだいたい球根が半分から3分の1ぐらい出る感じで植えてあげるといいと思います。植えるときに誤ってこう球根を傷つけないように注意してあげてください。過湿が苦手なんでお水のやりすぎは良くないです。植え付け方は植える前にしっかりと土を湿らせて、植え付け後は10日ぐらいは水をやらないでいいそうです。私もちょっと仕入れるんが、まあ、一応2回目で、前回は土も水もいらないマジックアマリリスっていうのを仕入れたんで、なんかこうやって植え付けて育てるのはちょっと初めてなんですけど、今年インスタで魅力を知ってしまったんでちょっとやってみたいと思って、今何日目かわからんけどやってみてます。続いては大本命ラナンキュラスラックスです。ラナンキュラスなんですけど、一般的に知られとるラナンキュラスってもうちょっとコンパクトなちっちゃいポット苗とかに植わっとって、花がまあ1個だけ咲いとったり、まあ、咲いとっても下からちょっと2個ぐらい出とる感じやと思うんですけど、このラックスはスプレー咲きって言って、こんな感じで枝が何本も分かれてたくさんお花をつけるラナンキュラスになります。これ切り花でもいけるんで、今まで言った3つ全部切り花としても楽しめるんで、鉢で楽しむもありやし、切ってお家の中も華やかになる植物になります。あともう一個お花なんですけど、普通のラナンキュラスよりもなんかツヤツヤピカピカのお花で、これがワックスをかけたみたいなラナンキュラスっていうことで、ラナンキュラスとワックスでラックスになったそうです。草丈が普通のラナンよりもちょっと大きめに50センチから60センチぐらいになるんで、まあ、先ほど言ったように切り花にも向いてるし、お庭にちょっと後ろの方に植えてあげると見応えもあって華やかになると思います。このラナンキュラスなんですけど、一般的なラナンキュラスって蒸し暑い夏がすっごく苦手というか弱くって、夏越しがかなり難しいと言われてます。なのでお花が終わって葉っぱが終わった後に掘り上げて乾燥させてまた植えてあげるっていうのが一番安心安全な方法で、植えっぱなしにすると普通のラナンキュラスは枯れてしまうっていうことが多かったんですけど、このラックスのすごいところが植えっぱなしで毎年出てきてくれます。うちの花壇にも植えたんですけど、もう3年ぐらい毎年ちゃんと出てきてくれて、お花もたくさん咲かせてくれてます。なのでラナンキュラスではかなり珍しい植えっぱなしで大丈夫なラナンキュラスになります。成長も割と早くて1年でだいたい株が倍ぐらい大きくなると言われたんで、ちょっと値段は高めですけど、ヒート株ちょっと買ってみて植えとってあげるのもいいかと思います。寒さにも比較的強くてマイナス5度ぐらいまでは耐えられると言われてます。霜とかも結構いけるので、ちょっと灰痛みはあるんですけど、軽い霜が当たるぐらいでは枯れたりせず元気に咲いてくれると思います。ではうちのお庭にもクリスマスローズとラナンキュラスラックスは植えているので、ちょっとご紹介したいと思います。ここクリスマスローズ、こちらがラナンキュラスラックスです。今葉っぱだけなんですけど、これも植えて3年ぐらいで毎年しっかり出てきてくれてます。花は今からですね、薄い黄色のラックスを植えてます。品種は忘れました。中庭にもクリスマスローズをたくさん植えてます。こんな感じで、まあ、植えっぱなしでも結構簡単に咲いてくれるので、そうですね、今のお花の少ない時期もこんな感じでたくさん花を咲かせてくれて、可愛いクリスマスローズもおすすめです。皆さんのお気に入りの植物は見つかりましたか？春には、まあ、他にもこういった球根植物、本当に春を感じる植物もそろそろたくさん出てきてますので、お庭もいいですし、こんな感じで寄せ植えにしたりして
ぜひ寒さがまだ残る2月ですが、春をちょっと感じながら楽しんでいただければと思います。チャンネル登録、高評価ボタン、コメントよろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。